ミティユアニエラボー、小林裕之です。バッタモン海です。ドブライン松井です。バッタモン山下です。お願いしま す。さあ、結界先生の2期アンドビヨンドでいいのかな、読み方は。あれは、うん、アンドビヨンドの感想でございます。始まりましたよ、始まりましたよ。タブレックス、謎のタブレックスの最後の叫びつつ、さらっと紹介すると、ニューヨークが異世界とつながってしまったため閉鎖空間となって、その中では変なことがいっぱい起きるよっていう世界の中で、その中の秩序を保つためみたいな感じの団体である、ライブラーの中にいろいろあって入ってしまった主人公のレオ君のドタバタコメディでございますという、めっちゃ好き、めっちゃ好き。ドタバタコメディというか、まあハードなところもあるんですけども、そう、めちゃめちゃおしゃれ、バトルしたり謎をちょっと解いてみたりと、めちゃめちゃ可愛い。とりあえずタイトルがバーンと出る必殺技って言われてるんですよね。そう、そうね。あとは昔のアニメみたいでかっこいいよね。必殺技出すときは技名を叫びから殴る漫画。アンディブルも構図も素敵、今回第一話ということでね、そう、素敵、おしゃれ素敵な感じで、みんなのあ、バカになってる、バカになってるよ。ニューヨーク行きたい、あの世界のニューヨークやべえよ。だってまあまあ久しぶりだよ、今回今回ね、ドタバタコメディ食べられなくて、食べられてる、食べよ、今回急にそのことしてくれ、今回多分あの一気に中の起きた事件の中でもまあまあ多めの人数死んでたからね。今回、まあ、あのみんなの必殺技を紹介するっていうのもあったかな、キャラクターもいっぱい出たしね、出しつつ、あのなんだっけ、あの今回出てきたあのてか悪役、前回から出てるダラクオ、ダラクオ、ダラクオが、なんかみんなの頭につけるタイプの寄生虫みたいなこれ、バレンティみたいな、いいね、いいね、なんかみんなを眠らせてつけたのかな、あれみたいなこと言ってたよね。なんかさらってパッとつけて、あれだよね、あのなんか UFO みたいにファーってさらってたのか、そうなのかな、最初の本で出たかーっていろんな人されてて、うん、なんかいいこと飛んでんなーって、うん、飛んでんなーって思ったら、なんかあって頭に黄色い液体が詰まった瓶をつけて、うん、でバーって出して、その中にはなんか謎の新しく作ったもの、何でも食べて成長する、成長して、なんか6時間ちょいで死ぬんだけど、6時間6分6秒で、その間にすごい速さで大きくなって、周りにあるもの何でも食っちゃうよっていう、うん、みんな頑張って生き残ってねーつ、はははんっていう状態にレオ君もつけられつつ、なんとかその最初に食われた人かわいそすぎてびっくりしたよね。落ちてなんかで割れてかわいいっつったらバクで、うわちゃんと食われんだってびっくりしちゃった俺。かわいくてなんかそのそいつに夏いなんかね、その親子みたいになったかな、そういうちょっといい話、なんかどういう話があるか分かんなかったから、その時はなんかその擦り込みみたいなんで親って思われて懐かれたりするのかなみたいな思ったら、すごい速さで大きくなってすごい速さで食われる、食うタイプなんだって、なんかあんまりそれでに対してさ、はっみたいな感じでさ、キャーみたいな、なんかなんていうの、普通のこんなひどい、こんなことがみたいな感じが一切ないからさ、結果言ってだからあの世界好きだった、シーズンにパシャってチートでもあーなんか汚れたなの、そうなんだね、あれぐらいの周りの感じが愉快なんだよな、なんか人が死んでっても、ね、大事件爆発しても、もうね、生き物が爆発するぐらいはね、よくある、銃撃もよくある、ね、人はもういつ死んでもおかしくないっていう、ね、素敵、それが日常茶飯事だよ、世界一貫キャワで、そんな中で、大統領特使、まあお偉いさんですね、外からのお偉いさんが、大統領からの使いですかね、特使ということは、お偉いさんがその異世界とつながってニューヨークとその外側との架け橋になる橋渡しとしての役目としてこういい演説をすると、うん、中で首と体が切り離されて首だけ集めてるやべえやつにさらわれそう、うん、懸賞金かけられちゃった、裏社会のやつらはその懸賞金目当てでそれを取りに来るぞと、うん、なんとかそれを守って、体の置いてあるところまで、大使館みたいなところまで届けなきゃいけないっていうのにレオ君が巻き込まれるという話もありつつと、はい、いうのが今回のメインのお話ですね。エックス、人生を変えたゲームやらせてあげたかったよ、それがちょうどゲームの発売日だったんだよね、ダブルエックスという、なんか美味しそうだったね、食料 OK、 食料 OK、 あの食べ物はみんな見たことあるやつだった ね、ハリボー、コカ・コーラなど、いいなな、何とかしたい中、その事件が起きてしまったためにその首を、首を届けなきゃいけない、ね、すごいね、あれどんな仕組みなんだろう、首だけ生きてられるんだね、ね、なんかそう、ね、生配信されたって今まで集めた首喋れるんでしょ、で、ちゃんと 見れてんだもんな、すごいよね、すげえ落ち着いてたね、特殊な人で、めっちゃ覚悟してきてんじゃん、ね、で、特殊は普通の人、うん、っていう、そう、肝がすごい、あんなに官僚か、その政治家か、どっちかも、うん、そんな感じの人
で箱詰められててもなんか見えてるような会話してたよね、うん、ああマジかーってぐらい、うん、入りましてうわよかったーって最終戻るのよかったしね。そうね、もうちょっとってとこまで来たところで、うん、また化け物に襲われそうになってる、化け物が敵に襲われそうになったところで、うん、振り出しに戻るそう仲間にね吹っ飛ばされて振り出しに戻っちゃうっていう、いいね、ああいう展開も好きなんだよな。どべたらみんなで頑張ってつないでいくタイプの話、うんね、好きなんだよな。心を折れたところでまさか首だけになった人にめっちゃ励まされてるっていうめちゃめちゃいいこと言われて、ね、心が折れてる暇があるのかと、ね、なかなか可能性がちょっとでもあるんだったら それを捨てるのは愚かであると、うん、めちゃめちゃ説教されて、ね、最終回くらいにいわゆる師匠になりますね。いい話されて、うん、バイト先のゲンチャリ借りて ねもう一回行くわけですね。なんかさ、ね、ライプランのみんな皆さんがさ、うん、バーってきてさ、レオ君をさなんだ届けてあげるところさ、ね、作れなかった最終回の感じをちょっと思い彷彿させて、うん、なんかね、近いね、あーって思いましたね。なんかやっぱ好きなんだよ、まだ全体的に雰囲気が海外の映画っぽくていいよね、うん、あの流れといいね、みんなに仲間に助けられつつ、そうそうそうみたいなスピード感もね、そうそうそう、ね、いいんだよね。ザップさんも美味しいな。そう、ザップさんね、ザップさん自分のせいで死んだと一生思ってるからね死んだってことにしちゃうから、めざっくさん今回両方とも良かった、うん、この漏れてこのようにぐるぐる巻きするそう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 、めちゃめちゃビビってんじゃんって可愛いし、でも次は次だし、いい最初だったな。そうなんだよ、ね、あの列になる下りめっちゃ良かった、あれ列が終わりだったね。そう、全部が自分始めてたからもう超楽しい、前編、前編、前半の、ね、前半の、前半の部分の最後ですね。そうそうそう、ピラスさんに必殺技を決めるから、危ないから後ろに一列、ね、そうそうそう、え、そういうことさってさっきはしがみついてたレオ君とね、ザップさんも超かわいい。そうだよね、みんなかわいいよね。ブンさんかっこよかったね。ブンさんめっちゃかっけー。ブンさん、それブンさん人気出るわ。ちょっとやれやれしたけどな。ブンさん、あんま目立たなかったね。かっこいいのわかるけど。あんまり戦うシーンとかもなかったじゃん、ブンさん。で、クラウスさんとの、まあなんだろう、うん、関係性とかもね。だいたいその、後処理をしてくれる人みたいな雰囲気になっちゃったんでね。一気は結構出てくるキャラ絞られてたじゃないですか。そう、僕ね、きっとね、チェインスメラギさんが好きだと思うんですけど、いや、チェイン好きだよ俺の方が好きだよ知らねえよ俺も好きですよ絶対、俺は絶対チェインスだよ、どっちかな、僕絶対チェインさん好きだと思うんで、一気の時はずっときっとこの人好きだと思うと思うんだけど、どっちかを KK さんに教えるんだろうな、KK さんがいるから、いや、好きねえ、話聞いても KK さんもすごいいいと思うんだけど、いい女だね、うん、仕事もできるけど、まずチェインさん好きだからな、ねえ、だからさ、チェインさん見た目は普通の女の人っぽいからね、KK さんと比べるとね、まあ、だから2期結構他のメンバーが、うん、1期はメイン回しの人たちがだったり、あのブラックホワイトの話がね、そうそうそう、大きかったから、大きかったから、そことレオ君の話が大きかったけれども、各ライブラーのメンバーに焦点あったよ、楽しいですね、きっとフィルムさんもね、必殺技かぶっちゃって逆手とか可愛かったですね、超可愛かったやっぱ必殺技みんな大事にしてるね、技名言うところやっぱさ、男の子だからさ、うん、技の名前がバンってきて、そこでバンっていうのがすごいね、好きなの、ね、ああいうのごっこをして育ってきてから、ね、クラウスさんがガンガン出したじゃん、今回、うん、超いいねって、ね、大好き、いや、ポージング大事よね、構図と、そう、そうそうそう、技を見せてくれるんだから、すっきゃわいい角度で、いい流れで出してくれるんだよ、あのときめき、どこにぶつけていいか、俺、すげえのまたも夜家で一人見てて、ワクワク好きなね、うわ、何これ、超楽しい、どうしようって、そうなんだよね。ツイッターでスペックかけるもんね。アクション映画的なワクワクがあるんだよ。そうだよ。この気持ち。ケイさんもよかった。多いから。最後はセクシーだからな。恐れ多いんだよな。ピンチのふりして全然ピンチじゃないしな。ねえ。ケイさん全然セクシーじゃないよ。そう。見ててあのね、音のかっこよさを単純に聞かれちゃうから。かっこいいんだよ、かっこいいんだけどね。ちょい下品じゃないけど、ちょっとちょっと雑な感じもいいんだよね。うん、女の子だから。こんなもんすよ、KK さんは、うん、いいのよ、喋りはあんな感じだなと思った、うん、強い、いいな、いいな、だけど、ね、このドタバタとした日常がこれからも始まりますよというところで、うん、そうですね、次のお話に行きますよというか感じですかね、もう今回はいろんなキャラのね、そのいいところが見れそうで、前回のキャラの雰囲気分かったね、楽しみですね、可愛かったしな、いやーでもなんかね、もう本当にね、一気のね、ことをいろいろ引きつってるなって自分思ってさ、やっぱ一気の時ホワイトさんがすごい好きだったからさ、最初の時にさ、そのデートで行った映画館とかが映った時にさ、そうそう、チラチラ、ね、墓門も多分そうだよね、一瞬そうそう、墓門もそうだし、あーって思っちゃって、まあ、ね、映画館使いかも、あれがあれね、あの車の中で見えるよね、アメリカによくあるやつ、うん、はいはい、あれ
いね、チラチラとね、そういうです。ホワイトさんの後ろ姿を一瞬見せたりもしてたよね。エンディングだっけ？そうでしたっけ？あれなかった？オープニングエンディングはなんか付近で。なかった。違う、違った。本編の途中だっけな？最後の方だったかな？一瞬だけなかった。わかんない。そこまでちゃんと見えなかったかも。意識なかったかもしれない。なんかスピード感で楽しかった中に。わー。KKさんのことしか考えてない。本編の最後の方ぐらいで一瞬なんか映してた気がするんだよな。 X って言ってるりょうくん可愛いね。そうね、 X で次いつかな KK さんの話って思いながらそうね、多分その個々のエピソードをいっぱいやるとなるとね、その時その時で立つキャラがいるでしょうから、うん、KK さんの話もメインになるだろう。いや好きだけど、あんまり出てなかったらキャラが、そう好きって言ったらベタだと思われるから言いたくないけど大好きだからさ。ベタ中のベタよ。いやもう好きとは言えない、もう恥ずかしい。いいでしょ、いいでしょ。なんなら主人公が一番キャラ立ってるんだから一番シンプルなんだから、まあね、ただ今回よく良かったからな、かわいかった、ね、もうあの街にも慣れたよっていう話がね、妹にも手紙出したし、西原さんも結局、ね、妹助からないのっていうのもあるしな、そこのストーリーがちょっとぐらい進んでほしいかなって。まあまあまあね、あれ解決しちゃったら多少は進むか分かんないけどね、ちょっとぐらい、ね、検索読んでないか楽しみにしつつ、メインはね、そこらもね、そうそう、はい、その話もありつつ、はい、次が誰の話かな、楽しみだなといったところで以上とさせていただきます。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。